お疲れ様です。今日はですね、こちらエリゴレレイジやっていきます。はい、というわけで今ね、エリゴレが、まあ、特にこのエリポン入りっていうのが重要ですかね。エリポン入りエリゴレがね、世界上位で大量発生してます。エリポン入ってないのはぶっちゃけないぐらいかな。さあ、で、今日はね、ヤレイジでやっていくんですけど、あのファイボもあります。ファイボレイジかの方もあって、まあどっちがいいんだろうって言ったところで、まあ、いや、舐めていっかの矢です。はい、おー、スケドラね。でスケドラはまあファイブ欲しいけど、なんかこの辺で頑張ってもらおうよ。でもう暇すぎてこんなことしちゃう、やばいよ。まあ、やってることやばいんですけど、うん、待って、30出てきた。まあでもこれで、まあまあまあ、タワーが2本ほぼ折れそうと。これ守れたらね。あー、いいスケドラ来た。ワンチャン？いや、でかいでかい、耐えろ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 、耐えてほしい。いや、耐えれそう。でかい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 、さあ。いや、意味わかんねえよな、あんなに削れんだ。やばいね、あれバカ美味しいな、俺視点。てかヒースピって146もあるんだ、これやべえな。やっちまった。ヒースピって146もあんだ。ありすぎだろ。さあ、で俺30しきついんで、これまあ三死で回収したい。三死をね、ヤレイジ矢の雨とかでさ、仕留めれないから。イースピアンなのか。よいしょ。限界突破ないとか勝てえのよ。守れば勝ちです。よし、フィジカルエリゴレ来た。でかい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 、最強の盾エリゴレです。よしよし、あー、落ちる。耐えろ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 、オッケー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 。やっ、しょっぱなさ、やばいな、やばいね。エリゴレです。エリゴレについてさえ、はい、まあこれファイボだったら相手三死だったんで、もっと楽だったかもしんない。最初の攻めであんな削れんだね。あー、ヨーソアリックはトルネです。確定トルネなんで、まあ、バルーンかスケラです。よし、エリポン置いてね。これもう実質初手エリポンですから。あ、トルネスキャラかな、これは。ゴーラーとかいる。ゴーラー嫌なんだけどな。よいしょ。おお、すごい。でも、これやってない？お兄さん。お兄さんやってない？あ、熱い熱い熱い。これ、え？これもう。これもうですよね、絶対。誰がどう見てももう。まあ、レイジしとくか。頑張れ。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。応援だけはする。きついよ。しかも、エリクサそんなないでしょ。うん、月使った。ちょっとキングもね。キングも削ってもらっていい？よしよしよし。やばい、めっちゃ豚来る、これ。めっちゃ豚来るけど、俺の読みが正しければ、これが強い。これもある。
よし。で、ここに例示して、守れなさそうですね。やば、ゴリラだ。ゴリラデッキだね。ちょっと待って、めっちゃ強いかもしんない。てか、多い、もうすごいいるんですよね。エリゴレ時代。エリポンエリゴレ時代か。まあエリポンあるとね、結局今みたいなレイジからのエリポンとかちょっとずるいことできたら、正直ね、多少相性悪くてもひっくり返せるからね、エリゴレって。エリゴレ出さなくても強い。スケキンダクネ、逆サイババとかでもいいから。一旦エリポン来たいんで捨てます。あー、そのタイミングやだね。ギャング、お友達、エリゴレ友達いない、もしかして。あー、友達にはなれないか。友達になりたかった。おー、待って、もうヤナメだ、珍しいぞこれ。この辺にレイジやってエリポンもブーストさせるとかどう。よし。あー、え近いぞ。いや待って、全然早めに出しちゃうかった。ヤナメ使っとったわ。守るよねこれはね。もしかしたら、おめでとうおめでとうゴーレム三重士、おめでとうおめでとうゴブジェイ三重士の可能性あります。ん、いやー、ない。いやー、ようわからんな。いや、枯渇三士か。あー、マジ枯渇三士ですやんこれ、昔のね。まあ、ナイト型がね、まあ、ナイトが強いんですよね。ただね、三重士というかナイトが強い、だから許されてるだけだ。絶対やらむつべきだったか。ダメージよりもエリポン。てか俺がさ、エリポンにさちょっかいかけれないけど、相手がかけれるからちょっと不利なんだよね、この対決。てかあれだ、普通に三振無理やん。不利どころじゃねえわ、爆振り。これ勝ったらマジエリゴレ称える。ずるいって、さっきから壊せんの。三重心もずるいし。守れるよ俺。いや、まあ耐えてはいるんですけど、絶望すぎてやばい。三種多くね、環境か。三種も環境かよ、これやば。でも最後ね、エリゴレ出して勝つ未来見てます。ずるいってそれ、さっきから。ちょ待って、これやばい。無理やん。うもんちょ。ああ、さすがに。いやー、まあこれはね仕方ないですね。はい、逆にこれ勝ててしまったらこのゲーム終わります。強すぎてチーターになっちゃう。まあ対戦相手にね、三種とか、まあ三種が多いとかはないか。まあウィザードとか結構いるとか、まあそういうトロダイとかだとファイボの方がいいかもね、さすがに。うん、まあヤナメだと小物系に強くはなれるけど、まあネクロ、ウィザード、ファルチェいるならファイボにしないとだるいかも。
さ、一世さんやん。ペッカラブっすね。ペッカです、ペッカ。で、ライトニングですけど、テンプレは。ワンチャンファイブにもなってる。タルユキ。これ、まあ、ベビドラ、無理なんだな。まあ、ベビドラ無理なんでいいや。仕方ない。エリポンためよう。読み行きとか来そう。いや、テンプレマジライトニングなんですよ、ペッカラム。で、ライトだとマジでかい。ベビドラきついな。でも、エリポン強い。相手からしたらババがきつい。俺はベビドラが嫌だ。反対ババ。おお。頑張れ、スケ。いいよ、ネクロが。ちょっと強いな。痛いな。ババ強いです。まあ使わせるやつだな。マジでもうなんとかない？強っ。やばこれ、ババい、ババやば。マジで祈りで、タルユキとかウッド系を割いたら、あーこれマジでデッキ終わってんな。デッキ終わってんなこれ。誰だこれ考えたの。やべえよこれ。考えたやつすごすぎるだろ。このギャングがね、地味いい味出すっすよね。ババスケキンにウッド系を使ったら、ウッドやなめ、まあタルババ何でも使ったら、後ろからのギャング追加がね、これはまた強いのよ。おい、スパーキーやないかい。スパーキーいるかいないかわからないスパーキーデッキです。それやばい、ごめんなさい、勘弁してくれ。うっ、まあまあまあ、あーファイボレイジ、えレイジっすね。あーまあレイジザップ、レイジアナメ、ファイボレイジ、なんでもあるスパーキーです。いないパターも一応あるけど、おお、エリポンスパーキーです。だるー、エリポンあんのかよ。いや俺これさー、ファイボかもね。今のこの環境だったらもしかしたら、わかんねえ。きつくね、さっきから。ファイボ欲しい相手がさ、めっちゃいるんだよね。ファイボこうやって入れてねえやつがいるから、エリポンが流行ってんのか。やべえ、アナマザミくん。やれいじもう一枚なんだけど。いや、一生豚作るよ。いやー、うっ、マジでマジで終わる、終わる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 。やったやった、エリポン石膏。あー豚、何体作るねん豚を。いやこれさ、エリポンせこいっすね。気づいた、クララは7年やって、俺7年前からエリポン使ってたけど、エリポンってせこいな。まあでもせこくても強いんだよな。だからええ、ね、よいしょ。どうこれ、うざくない？やる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 。
いやでも頑張れば耐えれるぞ多分。うわーそれめっちゃいい受けだな。苦しいよエリポーン、ずるいって。ずるいって言って俺も置いてんだよな。だいぶきそうですよね。これあります、どう考えてもあります。俺の勝ちやね。てかもう絶対勝ちやろ、もう。もうどう考えても俺の勝ちでいいやん。はい、来たー。攻めファイブをやってるからだ。熱い。よく耐えた、よく耐えた。相手がね、無理に突破しようとしてくれましたね。ありがとう。今のマジでかいな。うわ、もしかしてこれ、もしかしてお兄さん。あります。あー。マジ相手にこれエリポンあったら許せん。ガチでそうやえぐ。仲良くなれるね。お友達です。お友達見つけたよ。これのミラーとかも誰が好きなの。スケキンが弱いん、スケキンが強い今。いやこれね、相手の呪文マジで。だけで走れ、ちょっと走れ。いやエリポン入ってるよね。そうねそうねそうね。問題は呪文ですよ。ヤンナアメかファイボか。おお、ケツババで組んだ。じゃあケツババしよう。ファイブ打たれる。完全ミラーやだな、わかんねえな。いやそれは美味しくない。エリゴレから入ってくれたらさ、エリゴレかもれるやん俺。止まるんかな、知らんけど。ババまで来たらちょっとね考えるな。うわすんごいマジ。これやばいよな。これバカってやつですか、もしかして。そんな気がした。まあ意外と。うわエリポン来てー。やばすぎる。やだ、こんな試合は嫌だよ。あーいいな、ファイボ持ってんだね。スケキンいるとね突破できない気がするんだよな。できるのかな、試みる。待って、なんか変なとこからダクネ出てる俺。やばいやばい。待って、これいるかな、リポン。やばいかな。よしよし。コウモリが出る。ダメージリードでかいでかいでかい。ある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 。なんか押してるよ、なんか。マジでわからんけど。なんか押してるよ。エリゴリから出してくれるのでかくね。俺だって行くやん、絶対。やばいか。ファイブ使ってくれたから。うわこれやべ。
グロい。待って待って、やばいこれ。やばいやばい、グロい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 、やばいやばいやばい、パパ無理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 や。え、負けたのこれ、引き分けにして、やばすぎだろ、マジで止まんねえ。鬼強えやんの、またまたお前かい、またお前かい。来ましたトルネです。エリポン来たいな。うっ、エリポン回らない。え、待って、出来変わってる。親衛隊、や親衛隊ちょっと美味しくない。まあ型にもよるか。ババで回収しちゃうぞ。いらっしゃい。ウォールブレイカーとかじゃないの。おーおー、あー、ちょっとなんかセクシーなね。ソウルコール使ってもよかったな。え、なんだこれ、やばい、やキモいな相手のデッキも。ダクネいたらもうそういう系なんだよね。やっべー、意味わかんねえもん。いや、頑張れる頑張れる。ジャイダク、あぶねー、なんか変なデッキ来たな。やば、いやだいぶ変だ。相手は呪文が1枚で攻めに多分特化してそうっすね。なんでエリポン置いてぐっちゃぐちゃパーティータイム開催です。来いよ。おー、え、ってかライトニング嫌だめ、片石組んだら止まるのって話よねこれ。熱くね、ライトニングよ今の環境で。これもうババアエリ、これ見えてるよな、どう見ても。それからもまあ記念にして、もうババアよこのババ。ヤナミ使ったらギャング追加、ソンゴブリンやばい、強すぎる。折れてほしい折れてほしい。いや折れないか、いや折れないけど、これもう一回したらどうですか。ダメ、もう一回したら勝てるとかそんな甘い世界じゃない。延命完了と。走っていけよ、あんなも逆線無視して大丈夫でしょ。で遅れて、やらめが来るタイミングでやる、はい。気持ちいいリゴレ、形組めばいいのよ、考えるんじゃない、組め。おい、さあというわけでこのエリゴレエリポンね、まあ、エリポン置くことがねまず大事かな。エメ馬エリポン置いてその後ね、形組めばだいぶ気持ちよくなれるんで、皆様やってみてください。ではお疲れ様でした。まだね。